こんにちは、プレコです。9月15日日曜日、ポリプテルスイクセニシ21回目ですね。ですね、しずちゃんが、退屈そうに顔だけ出してます。なぜ退屈なのか、実は水槽全体を見るとわかるんですが、9月7日にね、200匹入れた赤ヒレが、多分ほぼしずちゃんが犯人なんだけど、3匹になってますね。一昨日の夜は20匹ぐらいいたんで、1日にやっぱり10匹以上食ってんのかなーって。おめえしかいないだろのんきな顔してっけど、食ったのおめえしかいないだろ、本当に一人だけでかくなって。ってことでですね、あ、引っ込んじゃった、怒ったら。これは金ペコのメスね。まあ、なんていうの、人工飼料もここに撒いたんですよ。実はこれ自作のプレコシェルターなんですね。鬼の顔してるやつ。で、これをちょっと右の方へ避けまして、で、撒いたんだけどね。どうだろう。やっぱ、生き餌に慣れちゃうと、食ってくれないみたいですね。うん、まあ、腹減ってきたら食うだろうけどね。うん、なんていうの、ポリプの場合ある程度大きくなってから人工飼料に戻したっていう話も聞きますんでね。まあまだこの水槽、今のしずちゃんでもかなり大きく見えるけどね、20センチもいってないはずなんで、全然飼えるんですけどね。うん、今日は他の子たちは見当たらないと。はあ、まあまあ満腹感いっぱいのしずちゃんも映ったんでいいとしましょうか。赤ひれ自体はね、追加で100匹、それから大和沼エビ50匹を、チャームさんに追加オーダーしてます。まあ値段の関係もあってね、1回の購入が多めになると、輸送料が5800円か以上でなくなるんでね、それは大きいです。はい。ってことで、今回はこれで、お別れしたいと思います。皆様良い休日を。プレコでした。ではでは。